グレートギャツビー、フィッツジェラルド。前回の続きからです。ここまでの経緯をジョーダンベイカーが語り終える頃には、三十分ほどブラザホテルを抜け出してセントラルパークの馬車に乗っていた。 すでに太陽は高層アパートの向こうに落ちた西五十何丁目下に立ち並ぶ映画俳優が住む建物だ公園の芝生には小さい娘が集まって虫の音のような歌声を発しているこましゃくれた流行りの歌が熱い酔い闇に放たれる 僕はアラビアの王様で女心は僕のもの寝ている間にこっそりとテントの中へお邪魔するそういう偶然もあるんだねところが偶然じゃないのよじゃないギャッツビーはわざわざあの家を買ったの。 入江を挟んでデイジーと向き合う位置だから。ということはあの6月の夜ギャッツビーが遠くに望んでいたのは空の星だけではなかったのかそう思ったらこの男が急に人間らしく感じられた無目的な映画に埋もれているだけではない 「そんなわけで」とジョーダンは先を言った「あなたの家にデイジーを呼んでもらえないか」って言うのよ。午後のひとときという設定でギャッツビーも気合わせることにするこれはまた随分遠慮したものだ今まで5年も待った上で豪邸を買い 星の光をばらまくほどの夕雅灯をつけたのだろうそこまでしておいて人の庭先へ午後のひとときに着合わせるだけで本望なのかたったそれだけの頼みごとにカクカクしかじかと聞かせるのかなきっと不安になってるのよさんざん待ったあとだから あななたたのの。ご機嫌を損ねたくないのまああれで一皮むけば相当におっかないと思うけど嫌な予感がする君に仲立ちを頼んだら良さそうなものだがだからあの家をデイジーに見せたいのよあなたの家なら隣でしょありありゃ たぶん夜のパーティーを繰り返すうちにあわよくばデイジーが舞い込んでくるという計算だったんじゃないかしらでも来なかったそこでデイジーを知っている人がいないかさりげなく当たろうとしたのやっと当たったのが私パーティーの途中でお呼びがかかったでしょあの時の話ったらないわ用意し到うともいいところ そりゃあ私としてはだったらニューヨークでランチという手はずんでもしましょうかって言ったのよ舞い上がって喜ぶかと思ったんだものそしたらいきなり「無理なことはしたくありません」なんて言うばかりじゃないのお隣へ呼んでもらえればいいんですだってさでもあなたが昔からトムの知り合いだって教えたらでは仕方ない この話はなかったことにという態度になりかけたの「トムのことはあんまり知らないみたいね」ひょっとしてデイジーの名前が出るかもと思ってずっとシカゴの新聞を読んでいたらしいんだけどあたりは暗さを増していた小さな陸橋をくぐった時私は黄金色に日焼けした長男ーーの肩に腕を回し ぐっと引き寄せておいてディナーに誘ったこうなると頭の中にはデイジーもギャツビーもないくっきりと実在する生身の人間だけを考えるこの世は嘘が当たり前という書義を地で行くような女が今私の腕に抱かれて小粋に首をそらしている ある格言めいた言葉が耳の奥でクラクラさせるように響き出した人間には四種類しかない「追われる追う」「動きたがる」「動きたがらない」「デイジーだって人生に何かしらあってもいいんじゃない?」と冗談が口にした。 ギャッツビーと会いたい気持ちはあるのかなそれを言っちゃいけないのあらかじめ知らせないでくれっていうのがギャッツビーの意向だからあくまで「お茶でもいかがと」だけ言っといてこの時暗い並木が途切れて59丁目に並ぶ建物から漏れる光がやんわりと公園内に降り注いだ。 私はギャツビーやトム・ブキャナンではないのである女の面影が宙に浮いて暗い建物の上端やまばゆい看板をかすめるということがないだから腕に力を入れて隣にいる女を抱き寄せたつんとすました口元が笑うからさらに引き寄せ今度は私の顔にまで近づけた 第5章「その夜ウエストエッグへ帰った私は一瞬我が家が火事なのかと思ってしまった」「午前2時だというのに岬全体が燃えるような光に包まれていて植え込みに落ちかかる光は尋常な色ではなかったし電線に照り返しがつつっと伸びてもいた」 だが角を一つ曲がるとギャツビーの家だということが分かった塔のてっぺんから地下室まで光うと明かりがついているさてはまたパーティーかと思ったドンちゃん騒ぎの果てに屋敷をあげて子供のふざけっこになったのではないかしかし それにしては物音が聞こえない木々を抜ける風だけだその風が電線に吹きつけ一旦明かりが消えてまたついて豪邸が暗闇にウィンクしたように見えた乗ってきたタクシーを返してそのエンジン音が遠ざかると芝生を突っ切って ギャッツビーがやってきた。ここから見ると万国博覧会ですね。と私は言った。うちがギャッツビーが気のない視線を自庭に向ける。いくつか部屋を覗いてましたので、いや、それよりも、 コニーアイランドへ行きませんか私の車で遊園地へ行く時間じゃありませんじゃあプールに飛び込むというのはこの夏はプールを遊ばせてしまった今は眠くてかなわないそうですかはやる心を抑えるような顔だった 私は一呼吸をおいてから、ベーカーさんと話しましたよと言った明日にでもデイジーに電話してお茶に呼びましょういやそうですかギャッツビーはさらりと言ってのける。ご迷惑になってはいけないが。 えご都合はそちらこそご都合はこれは切り返しが早かったご迷惑にはなりたくないあさってではいかがやや考えたギャツビーがためらいがちに芝を刈らないと。 それで二人とも芝に目をやった。くっきりした境界線ができている。こちら側の劣悪な芝と、手入れが行き届いて色の深い、広々した芝地の分かれ目だ。我が家の話をされているように聞こえた。もう一つちょっとありまして、 ギャツビーはおずおずと言い出したでは何日か延ばしましょうかあいやそうではなくてただそのどういう言い方をしようかあれこれ迷っているらしいつまりですねまあ収入の面ではあまり恵まれておられないでしょう。 ええ、多くはありませんこれでギャツビーが自信を取り戻したようだったやはりそうでしたかまあ失礼は承知の上で実はちょっとした副業のようなものをやっていましてねもし収入が多くないということであればまあ確か証券会社におられるええなんとか。 でしたらちょうどいいと思うのですが、名に対して手間はかかりません。それでいて結構な金になります。いささか内密を要しますかね。今にして思うと、ことと次第によっては、私の人生を大きく変える話だったかもしれない。だが、何らかの見返りを求める根担がちらついていたので、これはもう聞かないことにした。 今のところ手一杯でして、お気持ちだだけいただきます。別にウルフシアムとの取引ではありませんよ。とこんなことを言うからには私が就職時の印象でおじきついていると見たのだろうそうではないと保証しておいたギャツビーはまだ私が何か言うかもしれないと思ったようだが 私がぼんやりしているだけなので諦めて帰っていったこの晩の私は確かに浮かれたようになっていた玄関から入った途端にぱったり寝込んだのではないかと思うあれからギャツビーが遊園地へ行ったのか燃え立つように明るい屋敷でいくつか 部屋を覗くことを続けたのか、かさっぱりわからない。ともかく翌日の朝会社からデイジーに電話してお茶にでも来ないかと持ちかけたトムは来ないということでと釘を刺すえトムは来ないように。 誰のことかしらデイジーは屈託がなかった約束の日はかなりの雨が降っていた11時にレインコート姿で芝刈り機を引いてきた男が玄関のドアをたたいたキャツビーさんに芝刈りを言いつかったという それで思い出したが、私はフィンランド人の家政婦に来てもらうのを忘れていたのでウエストエッグビレッジへ車を出した濡れそぼつ知れのみの家並みを行って尋ね合ってついでにカップとレモンと花を買っただが花は買うまでもなかった二時にギャツビーから大量の花が届いたのだ 音質が1つ来たようなもので花瓶や蜂も数えきれないほど揃っていたそれから1時間後玄関のドアが張り詰めたように開いてギャッツビーが来た白いフランネルのスーツ銀色のシャツ銀色のネクタイといういでたちですっと入ってきた 顔色が優れない。目の下にクマができているのは眠れの夜だったせいかうまくいってますかと間髪を入れずに言う芝のことなら大丈夫です芝というとポカンとした顔のギャツビーが あそう庭の芝生だ」と窓の外へ目をやっただがその顔つきからするとちゃんと視力が働いていたのかどうか疑わしい「どうやら良さそうだ」という発言が何のことやらと思えばある新聞には「4時ごろ雨が止む」と書いてありました ニューヨーヨクジャーナルだったかなえっと準備は整ってますかつまりそのお茶の用意としてそこで支度の具合を見せに行くとギャツビーはフィンランド人の家政婦に眉を潜めたようだったがともかくデリカッセンで買ってきた12個のレモンケーキを点検してもらったいいですか そりゃもう、いいですとも」と言ったギャツビーがなお取ってつけたようになかなか結構です3時半さっきまでの雨は冷たい霧になったポツポツと細かい雨粒が入り混じるギャツビーは クレイチョ、経済学概説に手を出してうつろな目で読むともなく読んでいたが家政婦がキッチンで足音を響かせただけでぎくりと反応する外が気になって仕方ないようにぼやけた窓に何度も目をやるそのうちに立ち上がって情けない声を出しもう帰ると言い出した どうして誰も来そうにありません遅すぎると他に急用でもあるかのように時計に目を落とした日がない一日待ってるわけにはいかない何を言ってるんですまだ4時2分前じゃありませんかそれでギャツビーは座り直した まるで私が押し戻したようによろよろと座ったのだったが同時に自動車の近づく音がしたので思わず二人して飛び上がったなんだか私までがいたたまれない気分で庭へ出た。